待って、セブンも上から来たけど。どこから？おい、やめろよ、また上から来んの。おーい、はい、おい、黒人じゃねえか。ナンバーを壊せ、チトセだ、チトセだ、なんだ、チトセだ、神笠様ですか。そうだけど。お待たせしました。待ってないです、待ってないです。こいつがチトセか。あっさりたどり着けた。違う、俺たちの再戦勝ちだ。キリュウ、やったな、カスカ。キリュウ、違う、全然違う、キリュウ全然違うんだ、全然違う、全く違うんだ。なんだ、こいつじゃない。メイドなわけないだろ。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。おっちゃん、知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てる。まあ似てるし、千歳も合ってるし。髪型は確かに一緒だし、一緒、名前も奇跡的に一緒だけど。一緒だな。なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。そうだな、全然違う。チェンジですか。千歳悲しい。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて。ちょっと待って、千歳さんは何も悪くないんですけど。悲しいな、千歳。おい、てめえらさっきから騒がしいんだ。むしゃくしゃするぜ。ぶん、ちょっと待って、お前らやられるぞ。話は後だ。ちょっと、いや、まずはこいつらを倒す。キレさん大丈夫です、多分、はい、この感じ見たことあります。この感じ見たことあります。千歳さん、危ないから下がっていてください。これ千歳が一人でやるやつです。私が下がる理由はありません。その通りです。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょう。どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホーム。バスターホーム、デリバリーヘルプ、ドラフヘルプ、喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。出た、喧嘩のヘルプ、出た出た。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。来た、デリバリーヘルプ。ふざけんな、マジで今すぐぶっ殺す。ここでデリバリーヘルプ使えるのか。カスカ、はい、オッケー、任せてよ。あ、やばい、じゃあ受付の人と同じになっちゃった。行くよ、絶対に千歳を守るよ。デリバリーヘルプ、来た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 、デリバリーヘルプ行くぞ。千歳行ってこい。どんな感じ。はい、デリバリーヘルプだ。はい、お願いします。デリバリー、もう、もうネタなのよ。ネタ、もう全部ネタなのよ。強い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 強すぎる。千歳バスター、バスターホームズ強い、めちゃくちゃ強い。 Stay with me。 強い強い。おい、千歳仲間に欲しいんだけど。一人で行けますね、千歳さんも。あなた、なんだこいつら、そしてあの女。これセブンもありましたな。とどめです。チェキンとビーフ、お好みは。チキンとビーフ。ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますよね。またのご指名お待ちしてます。かしこまりました。おかしこまりました。それではグッバイ。グッバイ、千歳バスターホームズ、グッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。そう、一番は経験済みですから。詳しいな。これは詳しいんだよ。よく利用する。これは君利用しますよね。昔ちょっとね、めっちゃ利用してました。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。うわ、手広いぜ。やったー、でも嬉しいな。見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。何をうまいこと言えって言った。何をうまいこと言えって言ったんだ。
結局金を用意するしかなさそうだな。相場は30ドルとか言ってたな。交渉次第だが、まあそんなとこだな。ちなみに俺は持ってねえぞ。30ドルぐらい持ってるだろ。そうだよな、俺だって持ち合わせは。ん？ん？どうかしたか？いや、持ってたわ、30ドル。だよね。そうなんですよ。一番は100ドルぐらい持ってますからね。なんだ？は？なんだよお前、それを先に言えよ。んじゃ、この件は解決じゃねえか。さっさとジェフの野郎のとこ行こうぜ。よう。まあジェフの件はそれとなんとかなるかもしれないが、ここから先はまた何かあるかわからねえ。先立つもはそれなりにあった方がいいだろうな。はい。ですね、もう少し金は持っておきたいところです。何か都合のいいバイトとかねえかな。ん？バイトね。ちなみになんか経験あるのか。バイト経験、あれがバイトなのかわからねえけど、ホームレス時代に自転車で空き缶拾いをしたな。自転車かなら飯の配達とかいいかもな。ん？飯の配達？出前みたいなもんか。そう。ああ、最近こっちではめちゃくちゃ浸透してるサービスだ。なになに？店から自転車で弁当とかをピックアップして客に届けるんだ。今注文が殺到してて配達員が不足してるって噂だし、割も悪くないらしい。自転車の経験あるならいいんじゃねえかな。おう。じゃあそいつをやってみるわ。どうすればそのバイトがやれるんだ。配達員でバイトするんか、ハワイで。すげえな、何でもいけんだな。メールで連絡入れてアロハビーチ近くの待機所に直接行けばいいらしいな。バイト希望って俺がメールしとくか。頼む。よし、アロハビーチの方へ向かうか。行きますか。うわ、バイトできんだ、熱っ。え、めっちゃ金稼ぎしたいんだけど。多いな、ハト多いな、ハワイ。緊張にもたくさんいたけど、それよりもたくさんいる。本当に一話も見たことないんだけど。日本とは鳥事情が違って見えるだろう。見えます。のんきに外で飯食ってるとどんどん寄ってくるから注意だ。いや、キリュウさんなんか楽しそうに喋ってる。ハトに飯取られたりしたんすか。確かにね。いや、20匹くらいに囲まれたが、睨み続けて1匹も近づかせない。覇王色の覇気してますやん。朝飯だったんです。ああ、あったあった、ここか。さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か。ここなの。ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。なるほどね。俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼ぐ。おい、一緒やってくんねえのか。え、なんだよ、おめえもやらねえの。本当だよ。やらないやらない。なんで。タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。おい、じゃあ後でな。それはそれ、これはこれや。おい富澤、これ人手らしい。さて、じゃあ少し待つか。ん、キリュウさんは似合わないけど。はい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 。いらないの、こんな、こんなに何回もこのシーンいらないのよ。何、ゾロ来たんだけど。バイト希望者。ロロノア来たんだけど。え、いいねいいね。海賊狩り来たんだけど。アフロ、濃い顔、アホそうだけど愛嬌ある感じ、クレイジーさが香るね。おお、負けるわ、クレイジーさは。失礼だな。あんたどちら様。急に現れてすごいにするやん。俺は君が申し込んできたバイト先、食品デリバリーサービス企業、クレイジーイーツの代表、チャーリー。その片言みたいのやめてもらっていい？わざとなのかな。チャーリーも絶対日本人だべ。マジか。俺は春日一番。金がないので働かせてくれ、頼む。いや、頼みますだよ。いいねいいね、目的が明確でいいね。なんかキモいな。そして数ある企業の中からここを選ぶセンス。クレイジーで素晴らしい。おい、ここの町のバイト、さっきみんなクレイジーしかいないやん。うちでバイトしてくれ。おい、店長クセばっかなんだけど。いいのか。なあ、体もムキムキで体力ありそうだし。まあまあまあ、体力だけは自信あります。何より一応諸事情あって人手が足りないからね。諸事情。犬でも猿でも虫でも何でも大歓迎。虫は無理だろ、虫は無理だろ。そうか。おい、言い過ぎだろ。どうも。よし、じゃあ早速仕事をしてもらおうかな。お願いします、お願いします。うっ、よし、何でも来てください。仕事ってどういう。
食品配達だとは聞いてるんだ。まあ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 、そこはね聞いてますけど。ああ、その通り。契約しているお店のお弁当を自転車で客に届ける仕事だよ。ウーバーイーツね。歩合制だから、より早くより多くのお客さんに届けることができれば、ウーバーやなこれ。その分給料も上がる仕組みになって。ウーバーイーツやないかい。なるほど、自転車で早くたくさん弁当を届けりゃいいんだな。めちゃくちゃウーバーイーツやないかい。自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れてんだい。任せてくれ。俺はそんな慣れてないけどな、やってないから。一番そいつは頼もしい。ちなみにだけど、だがうちの会社には早く多くに加えてもう一つ給料が上がる方法があるんだ。何ですか何ですか。給料が上がる方法なんだそれ、教えてくれ。お金はめっちゃ欲しいからね今。それはね、おクレイジーに運ぶということだ。クレイジーに運ぶ、はい。あれなんか名前なんか言ってたな、クレイジーなんちゃらって。クレイジーイーツだからね。うわー、クレイジーイーツって言ってた。ウーバーイーツだ。それは見せる配達をするということだ。おお、なるほど。見せる配達、誰が見んのよその配達。例えばさっき俺がここに来るときに見せたような運転だ。ああ、なんかすごいやつね。配達員がジャンプしたり回転したりしていたら周りの人は見ていて楽しいだろ。楽しいけど、そういう見ていて楽しいクレイジーでファンキーな配達をするドライバーを評価するのがうちの会社クレイジーイーツの特徴なんだ。何がドライバーだよ。掟破りのクレイジーな配達の、クレイジーって言い方やめ。お客やハワイの人たちを楽しませるエンタメ配達集団。それが俺の目指す理想の姿なのさ。まあ、でもなんとなく分かったわ。ここはチャーリーの目指すものが。ハワイ。確かに確かに。非日常を求めて多くの人が集まっている。確かに。そんな。そうだよな。配達が普通だったらつまらん。うんうんうん。そうは思わないかい？思います思います。まあ、盛り上がるのはいいとは思うけど、弁当がこぼれるんじゃ。まあ確かにそこ気になるな。そこが俺たちの腕の見せ所。おい、レベル高っ。クレイジーに見せる運転をしつつ早く多く届けつつ弁当はこぼさない。おい、超クレイジーじゃねえかやってること。そんな神配達ができるスーパークレイジーだよ。プロ集団、それがクレイジーイーツなのさ。俺は諸事情で抜けるわな。思ったより全然大変そうだよな、この顔だよ。この顔だよ。ダメになってもそこは保険とか入ってるし、客も理解した上で注文してるから。そうなの？細かい設定とかは気にしちゃっていい。理解してんの客も。とにかく本能のままにガチクライスに、かついい感じに弁当を届けてくれ。おー、オッケーオッケー。アンダースタン？オッケーオッケースタン。アンダースタン。オッケースタン。オッケー、これで説明は終了だ。こういうのは実際にやってみた方が早い。なるほど、早速やってみるとしよう。わかりました。ゾロって言っていいですか？うわぁ、なんだこれ。じゃあまずは食事の帳を取った自転車運転して食べ物をゲットしよう。の、な、なるほど。え、ハンドリング前進。うわぁ、おほほほほほ。あ、いいねいいね。なんか、なんだこれ、なんかのゲーム似てる。なんかのゲーム、なんとは言わないけどなんかのゲーム似てる。さすがだね、これぐらい楽勝ってところかな。まあ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 、これぐらいだったら次は我がクレイジーイーツの目玉トリックを挑戦だ。まずは自転車を越えてくれ。オッケーオッケー、どこでトリックを出すからな。よーし、速さ申し分ない。この勢いでトリックを決めるんだ。どこだ。こうか、クレイジー。オーケークレイジー。オーケークレイジー。オーケー、ちょうどいいところにお客さんがいるんで、さあお客さん待ってみるので、ブレーキを踏んで配達しよう。どうすんの、クレイジーブレーキ。でかー、でかっ。ブラボービューティフルコンジュラッション、君のレプラクレイジーイーツのヒーチンだ。期待の新ポジが来てくれて絶対に心強いよ。何とでも言え、もうわけわかんねえから何とでも言ってくれ。 OK、 実地練習はこんなもんかな。次は実際に仕事してもらうから、よろしくね。レッツクレイジー。よし、2、1、遅こ行きます。うん、男って言ったら遅こって言っちゃった。男春日一番行きます。遅こって言ってクレイジー。どうやってブレーキするんだっけ。待ってブレーキの仕方忘れた。ブレーキナイスブレーキ、イエス。よしよしよし、まず行こう。はい、ちょこれピザの。オッケークレイジー、オッケークレイジー。すごいムズ。待って、オッケー。うまいじゃない。ブレーキを滑舌すごいうまく使ってる。うまく、ちょっとブレーキ、オッケークレイジー。よし、いいぞ、調子、よし、ゴーエントゴー、ちょっと待って、よし、クレイジー、オーケークレイジー、ここからこう行って、体クレイジーストップ。待って、クレイジーストップ、こっちだ、クレイジーストップ。うわー、なんだこれ、おー、オーケークレイジー、よーし、スーパークレイジー。おい、ソニックやないか、ガッ
ーソニック入ってるやないか。オーケー、もういい感じ。クレイジーかラスト決まんなかった。スーパークレイジーな俺お待ちの。よく働いたな。えぐ、俺サブすごいセンスあるない。ふぅ、こんなもんかな。いや余裕のよっちゃいかよ。エクセレント、テンキュー。一番くんすごいね。うん、初回でこんなにクレイジーな走りができるやつなかなかいないよ。オッケー、クレイジーだった。君にはクレイジーなダイバリーの才能があるよ。ありがとう。オッケークレイジーいやーもう染まっちゃったよ。なかなか奥深くて面白いな。もうクレイジーだね俺。見せる配達と速さと丁寧さのバランスを取るのはとても難しい。おい、なんでまともになったんだ急に。運転テクニックだけじゃなく戦略性も問われてくる、ね、おいクレイジーって入れろよ語尾に。極めるの大変さ。オーケークレイジーって入れろよ。上達すればするほど楽しくなるし。おい、なんか俺が頭おかしい人みたいになる。 増える。おい頑張って最強にクレイジーな供給取りになってくれ。おいもっとクレイジー言ってくれよ。これは俺たちの仲間入りした記念だ。受け取っておいてくれ。おい、なんか俺がクレジットは引いてないかこいつ。ありがとう。これからよろしくね。なんかチャーリーさん。おい、チャーリー。こちらこそ。一緒に楽しもう。トゥーハート、トゥーゴー。レッツクレイジー。クレイジー。ヤッホー。クレイジーなチャーリー大好きやねん。おい、え、嘘。マジで？やった。チャーリー呼べるんだって。どうだ、ちゃんと30ドル稼げたか。おあー、バッチリだ。ジェフに金渡して情報をもらいに行こうぜ。ふっ、道中で無駄遣いするなよ。もちろんですよ、金の管理には自信あるの任せといてください。フリですか？よし、ならタコストラックに行くか。ちょ、フリですかそれ。え、イキリュウさん、それフリですよね。え、俺フリ乗っちゃいますよそれ。冗談です、乗りません。私が乗るわけないでしょ。すいません、これ一つください。それとこれもください。キリュウくん2と。よっしゃ、すいません、30ドル全部使っちゃいました、キリュウさん。どうしましょう。38ドル使っちゃった。だって、キリュウさんが振りみたいにやるから、俺やっちゃえよ、それ。だって配信者ですもん、キリュウくん。俺配信者ですよ。俺やっちゃいますよ、そんな。いたー！ちょっと待って、ちょっと待って！え？車で引かれるシステムないと思ってたらあんのかい？なかったじゃん、さっき。あ、待って。もうぶっ壊れた、炎上したかと思った。あ、舐めてんの、こいつ。おい！おい、いい加減にしろ。はい、はい。久しぶりにこれ。久しぶりにやっちゃうからね。はい、渋滞にさせまーす。渋滞にさせまーす。俺、ないかと思ったから。俺、横浜で試したからね、ちなみに一回。実況で試して、あ、ないんかいと思って。なんだよ、あのシステム欲しかったと思ったら、あるんかい。なめんな、おい。おい、お前は悪くない。行くぞ、お前ら。ごめん、こんなに渋滞させて。すぐ SNS に乗っちゃうから。やばい、マチコさんのマッチガブリ叩かれちゃう。ねえ、なんかすごい渋滞にさせてやばい男がいるらしいよみたいな。雨も降ってきた、なんか天気悪すぎる。なんで？嘘でしょ、そんなに悪いことした？ごめんなさい神様。神様ごめんなさい、そんなに悪いことしたかな。ここまで荒れることはしたことないと思うけど、ある意味荒れたやん。ネットじゃなくてある意味天気が荒れたやん。何うまいこと言えって言った。おいジェフ、集めてきたぞ30ドル。使っちゃったけど、もともとの手金でやってるわ。あんたはほらよ、約束通り金を持ってきて。これで教えてもらえねえか。30の安いもんだよ。まあいいだろう。おで、聞きたいのは何だっけ。優しそうだけどね、ジェフね。3日前、俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。俺知らないって言ったら許さないからね。え、来たのかい。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだ。それだ、千歳だ。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いね。うわ、やっぱり売られたんだ。パスポートはここに。なんて女だ。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。え？あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？第五地区？何それ。バラクーダのアシトのこと。はぁ、バラクーダって。え、昨日のあいつらか。そこ繋がってんの。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。怖っ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。北朝鮮みたいな感じ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。
あそこには面白いルールがあってな。はいはいはい、何ですか？第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。なるほど。パスポート？何のためだよ。売るためか。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。うわすげえな。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。はい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 。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。すごいな、ハワイ。何でもありだな。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになるってわけ。大犯罪してるけど、ハワイだから許されてるんだ。これだからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。なるほど。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。そうだね。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。やばいだろ一人。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。おんおんおん。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術は。一番のパスポートが。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用がある。まあまあまあ、もう日本帰れないからいっか。用事つっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえ。うわ、もう早速戦う感じ。バカ言え、あんなとこ死にに行くような。おお、富澤行くぞ。あかねさんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。富澤、千歳からなんとか手がかりを聞き出して行くぞ。もう仲間になったんだから。第五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぞ。いや無理だよそれは。 あるのか、聞かせてくれ。あるの？さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてる。ああけどな、月に一度警察の巡回が入る。はいはい、30ドル結構情報くれるね。優しい。やっぱ第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。おい、警察の立場弱くね。ハワイの何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。やばいな。その巡回役の警官がローマンって男でな。ローマン、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係。まあまあまあそうだろうね。そのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。なるほど。くそ、よりによって警察かよ。あ、そっか、指名手配受けてるわ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。変装すればよくない？俺はローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ。はいはいはい。5万ドルはすびってくるぜ。5万ドル？それってと500万。500万 !5 ドルってそんなすんの？キャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。あー、なめんな。ねえよ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。ねえよ。いや、合わせてくれ。おお。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。拳。何事も交渉しろ。うん、拳がありますんで、私たちには、うん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。はい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 、わかった。え、30ドルでめっちゃ情報くれたな。マジで行くのかよ。富澤はもういいでしょ。何回言うねん。お前もこっちの道来たんだから。なあおい、待てよ。いや、こっちの地獄を見なさい。ん、どうした。悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くような。大丈夫。危険なのは分かってだが、俺たちにはあまり時間がない。うん、第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうする。そういうこと。うん、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。そうそうそう、本当にそこが理由だから。うまくやれや、バラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろ。それは残念だけど、一番だからトラブル巻き込まれるな。その考えが甘すぎだってんだよ。うん、なんかあったのか。俺らはよそもんだからよ、バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした。
その様子はそれだけじゃねえみたいな。なんかあったっぽいな。なんかあったのか、バラクーダと。教えてみろ。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。そうそうそう、まずは話を聞くよ。そうだな、富澤、俺ら仲間なんでしょ。よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだ。そういうことを言いますよ。確かにそうだよな。そうだ、あまり楽しい話じゃねえし、短くもすまねえからな。いいよ。もう何年も前のことだけどな、はいはいはい、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。あ、それはやってたんだ。おめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか。へえ。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。はいはいはい。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。はいはいはい。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな。かわいい。そりゃいい女だった。マリーね、かわいそうね。めっちゃあんたらに会わせてやりたかったよ。やった。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。おいおい、なんか怖い話になってきたな。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。はあ、逮捕状？過去形になってるもんな。俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？どういうこと？当然事実無根だ。はあ、なのに次から次へと目撃者が出てくる。ほう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 。裁判の結果は懲役5年。5年、はいはいはい。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。うわ。じゃあ認めんのしかないか。罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はね。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。まあ認めて5年か。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった。ああ、バラクーダに何が関係あんのこれ。なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。なるほど、続きがあるのね。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。はい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 。おめえ以外にも。ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。あの警察かじゃあ。ロシアのジェフがローマンとおまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでる。ローマンってさ、カスが一番をさ、マリーさんは面接したとこじゃない。どうなったんだ。絶対そうでしょ。刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまった。マジか。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もね、きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。はいはいはい。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方が分からなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。会ってないんだ。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。まだあんの。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。はいはいはい。レストラン。そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。はんはんはん。針金叩いて銃も手に入れた。おおお、殺す気だったん。絶対そうだよね。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった願望の仇だ。気持ちわかれば。でも幸いボスの面は割れてた。おおお。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。はい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 。どうなったの。ムショの中で何遍も思い描いた光景だった。シミュレーションしたのね。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。だった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。ああ、そういうことか。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。
なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。そうだな、撃ったらお前死んでたぞ。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。うんうんうん、開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ、富澤。なるほどな。借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だ。そういうことか。バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体晒しといて、病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ俺は。救えねえよ。いや動いてたじゃねえかよ富澤。お前動いてたよ。と話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってこともよく分かった。はい、この二人の怒りをピークにさせましたね。警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ富澤。そうだね、全然クソじゃねえぞお前。おめえはクソでも腰抜けなんかでもね。おうおう、本当に思ってた。だってあの病と手切る決断できたじゃん。そうそうそう、全てお前が動いてんだよ。あの時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろ。うんうん、あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが決めたな、おめえ自身だ。そうそう、あ、強盗はクソだぜからな。まあな、そこは間違いない。まあ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 、そこはね。そんだけつれい目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる、うん、でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。一番って本当にいいこと言うよな、おバカだけど。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれ。大丈夫だ富澤。手を貸す。ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ、うん、おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強い、うんうん、おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。うん、一歩間違えば宗教みたいな話になってるけどね。まあ、そんな感じよ。それでうまいこと乗せたつもりかよ。だが、バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。止めらんねえよ。ああ、むしろ生きたさ満分だよ。分かったよ、もう行くよ。マリンの仇討とうぜ。俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえいいね。そう来なくっちゃ。さすが富澤。頼りにしてるぜ富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。いいや、やるキャル。楽しい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょう。大丈夫、この二人がいれば何とでもいける。バラクーダなんてもうバラーバラにしてあげますよなんつって。うん、ちょっと幸先怪しいか、一旦な。一旦買い物しよう。アロハ。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。またねー。